ソビエト連邦人民委員会議はソビエト連邦に1923年から1946年まで存在した政府の執行機関である。1946年にソビエト連邦閣僚会議に改組された。1917年から1946年までのロシアソビエト連邦社会主義共和国及び1923年から1946年までの ソビエト社会主義共和国連邦政府において大臣は人民委員と呼ばれ、省に該当する者は人民委員部と呼ばれた。人民委員部を含めた国家の主要な政府組織が人民委員会議であった。ボリシェビキは労働者、農民のための政府を創設しようとした。政府とは伝統的に支配者や大統領により選ばれた大臣たちの会議であったからである。 ボリシェビキはこれをブルジョア的制度とみなし、労働者の国家においては、これと異なるもので組織しようとした。10月革命の後、政治権力はボリシェビキを中心とする、労働防衛協議会が手に入れた。革命と同時に召集された労働者、兵士代表ソビエト第2回全ロシア大会は、労働者人民の名の下でロシアを統治するために、最初の人民委員会議を導入。 選出した。人民委員会議議長はまた、全ロソビエトによって選出され、首相と同じ機能を果たした。初代人民委員会議議長は、ウラジーミル・レーニンである。1917年11月8日の人民委員会議の設立についての布告によると、初代の人民委員会議は、以下の通り。1918年のロシアソビエト憲法においては、ロシア人民委員会議は、 国の問題に関する一般的統治について全路ソビエトに対して責任を負うと規定した。憲法は全路ソビエトが閉会中完全な法的権限を持って人民委員会議が法令を発行することを可能にした。そして全路ソビエトは次回期において決まってこれらの法令を承認した。事実、人民委員会議は 第2回全国ソビエトの後の1917年11月以来、すでにロシアの政府権限を行使していた。1946年、スターリン体制の下人民委員会議は閣僚会議に改組され、それに伴い人民委員は大臣と改名された。これに伴い人民委員部は省に改名された。ソ連閣僚会議ビルはモスクワクレムリン内において、 最高会議官部会ビルに隣接する位置にあった。1922年のソビエト連邦の樹立後、様々な設置案のもと、ソ連邦人民委員会議は創設された。ソ連の各共和国は国内問題に対処する自らの政府を持っていた。それらも、また、連邦を構成する以前の諸会議により、人民委員会議と名付けられた。 以下は1941年6月当時の気候。人民委員部は連邦級と公正共和国級に分かれ、連邦級はソ連にしか存在せず、公正共和国級は各ソ連公正共和国にも同盟の人民委員部が設置されていた。ありがとうございます。